糸島市2条の田園地帯で気になるのぼりを発見したかよさん。実はそこ知る人ぞ知るお団子の専門店だったようです。のぼりがいっぱい立ってるよ。おお、糸島名物糸ごんまんじゅう。糸ごんっていうキャラクターがいるんだ。これ、おお、ここは古民家をお屋敷を改装してお店作ったって感じですね。これ、こんにちは。すいません、山本海と申します。ありがとうございます。あ、もう撮ってますけど入っていいですか。あ、どうぞ。ここ自分家？僕も家内の実家。ご主人はどちら？僕関西。え、どこで奥様と知り合う？手短に申し上げると、僕関西から出張販売で岩田屋さんとか大丸さん来てたんですよ。ああ、関西。ああ、で家内が岩田屋さんでバイトしてたんですよ。はらー、で結婚して、まあ短く言うとそれ。ああ、関西出身のご主人がこだわり和菓子を作る専門店、糸島南国本舗。使う素材はどれも国産最上級。手作りのこだわり和菓子は女性に大人気。糸島の直売所でも売ってます。こっちがおまんじゅう置いてあるんですけど、はい、こっち楽器が置いてあるんですよ、ね。はい、もう一つの仕事の顔です。東京の音楽事務所に所属してました。一応ミュージシャン。何をするじゃないですか。まあ、専門はトロンボーンなんですよ。まあ、例えば、はい、私はおまんじゅうをこのソファに座って食べたいから演奏を聞きたい。それは今のところボタンしてます。はい、プライド持ってやってます。大きなご主人が作る繊細なわらび餅はプルプルの一押し食感。きな粉の香りがたまらない一品。綺麗です。見てください。あ、さっき本当に切ったのか。きな粉の美味しさを引き立てるようなこのわらびの滑らかな、きめ細かいですね。きな粉は砂糖だから使わないんですよね、一切。もう大豆だけ。国産のしいきな粉じゃないとダメなので、正真正銘 100% 国産のきな粉です。いや、きな粉美味しいと思いますか。すごい。全然違う。きな粉だけでもいけばいい。いや、ほんと、これは何ですか。それはあんこの中に入れたわらび餅。うわ、きれい。これ、後ろ面はみたらしなんですか。いやいや、あの、わらび餅の色なんですけど、和三盆って水に溶けると、こういうちょっと色がついてる。へぇ、黄色い、あの、クリアンがちょっと見えてくる。はい。これはちょっと爪楊枝食べたらいかんやろ。和三盆で作るわらび餅ってすごいですね。わらび餅こうそのものもやっぱりちゃんとしたいいのを使わないとこういう食感にもならないんですけど、このクリアンとこのわらび餅と、うん、ですね。うわ、なんかすいません、うまく表現できなくて。初めて溶けていくんですよね。なんか軽い、それなんかね、なんていうんですかね、これちょっと口の中でもこうなんか残りつつ、うん、溶けつつでね、まずこう口紅にこうついた時のこのなんかトロンとしたね、そこからあのクリアンがふわーって出てくる。ふわーっとですよ。お店の上りで見た糸ごんまんじゅう、キャラは可愛いですが材料はこれまた最上級。実はお店で一番高い材料が使われています。生地もしっとりなんですね。あんこと、このあのチーズのちょっと塩加減がこだわりますな。生地はほとんどがもうもち米なんですね。だからね、しっとりしてて、だからとろけ具合がいいですもんね。それしてるんですか。
っちゃいますね。